おはようございます。速稼塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースなんですけども、これから暗号通貨を始めるとしたら何に狙いをつけたらいいのかなってことを、まあちょっとね、時間をかけて考えてみようかと思うんですよ。まあまず手始めに紹介するのはズインフィンネットワークっていう、私がね1週間ぐらい前から気になりだしたこう通貨なんですけども、これを検討してもいいんじゃないかなと思うんですよ。あくまで検討ですよ。これを買った方がいいとまでは言わないです。ただ私は購入する気持ちですね。ちょっとまとまった金額を入れようかと思っています。ではその前にですね、マーケット全体をちょっと見ていこうかと思います。今日のビットコインですね。今日のビットコインはご覧のように600万を超えておりまして、グラフの方もね、こっち一番右にあるでしょ、急騰してますよね。イーサリアムもついに20万を超えて21万になりました。仕込んでおいてよかったという通貨のうちの一つがイーサリアムで、これが25万ぐらいになると私の含み益は買ってから10倍になるっていうことですよね。でもまだまだこれから10万円を目指して進んでいくと思いますので、例えばね、20万円じゃなくてもまあ3万円とか5万円とか1万円でもいいですけどね、買える方は買っておいたらいいんじゃないですか。イーサリアム、これからイーサリアムってどんどん値上がると思いますよ。それはディファイにすごく関係していきます。次、5位になりましたけど、エーダです。こちらの方も今1ドル超えをして120円も超えちゃいましたね。すごいですね。エーダをプレセールで買った側としてみたらですね、もうこうなることは期待はしていたけども、一部自信がなかったところもあってね、2円とか3円うろうろする時もありましたからね。もう今はもう100円割ることは考えられないんで、これから上がる一方だと思います。開発者のチャールズ・ホスキンソンさんの評価とかね、それから最近でしたらベーシストのキスのジーン・シモンズさんが30万ドル買ったっていうことが報道になって、でジーン・シモンズさん自体がいろんなところでそれをね、喧伝してるんですよね。まあ、ですので購入される方、ファンの方中心に増えるんじゃないですか。キッスも世界中にファン多いですからね。で、7位のリップルですけども、57円と。一時期20円とか25円になった時、リップルは終わるみたいなことをね、ものすごい言ってきた方がいたんですけども、いつかは終わるでしょうけども、でも今の価格と今の勢いいかがです。60円とか70円つけることもあったですけども。まあリップルもうちょっと粘ってもいいんじゃないかなと思います。私も大量保有してて諦めようかと思ったんですけども、まあ期待をね持ってもいいのかなと思います。ちょっとズインフィネットワーク見てみましょうか。狙い目としてはね、ほんと少額で買えるコインに行った方がいいんですよ。オーソドックスですけども、 IOST とかも少額で買えるでしょ。であとね、何に使われるのか意義がはっきりしてたものに対して判断した方がいいなと思います。ズインフィネットワーク、これやりますね。 2.68 円、もう買いやすいですね。かなりね、1000円でも買えますよ。まあいくらでも買えるんですけど、 2.69 円あれば1ズインフィン買えるんですけどね。まあ横ばいになってきたでしょ。24時間、14日で見るとこんな感じなんですよ。だから2円とか3円の間でレンジができてますんで、今 2.69 円だったら買っても全然おかしくないというところです。これもだから10円前後とかにはまあいくんじゃないですかね。でリップルとの関係がこれ深いんですよね。だリップルが弱体化すれば、こっちのズインフィンっていうのは強くなるみたいな感じですね。はい、というところでね、私もちょっとね、これから、まずは、そうですね、リップルとイーサリアムをちょっと整えていきましょうかね。買いましてもいいかな。リップル、イーサリアムか。イーサリアムは、もう何百万かかってもいいかなと思ってますね、私はね。まあ、10万円、今から5倍ぐらいには、なってくると思うんで、例えば1000万円預けたら5000万でしょ。4000万の利益抜けるわけですから。で値下がりするにしても、この1000万がゼロになることはあまり考えられないと思うんですよ。悪くてもだから500万ぐらいで止まるみたいなね、感じだと思うんですよね。500万じゃないよ、何ですかね、今21万なんで、これが10万を切るぐらいで止まるのが考えられるレンジかなと思いますんで、そう考えたら500万の損失を許容して4000万を取りに行くんだったら十分リスクリアードがありますんでね、イーサリアムちょっと買いましてもいいんじゃないかなと思いますね。これからすごいんじゃないですか。ディファイとかっていうのが知られるわけですから、あれでしょ、分散型金融のことに理解が進む人が増えれば増えるほど、なんでイーサリアムを買った方がいいのかってこと分かりますからね。でイーサリアムもガス代が結構かかるところがありますんで、資金量のそこそこ大きい人じゃないと、まあこの有用性に気づきにくいかなというところがありますね。まあ、私たちみたいな YouTuber とかがそのイーサリアムの良さとかね、ブロックチェーンの素晴らしさっていうのを伝えていけば、興味を持つ人が購入に至るって例が増えますんで、そしたら値段が上がりますよね。だからみんなで発信していけばいいと思いますよね。それはみんなで発信、
じゃあ本日はこんなところですかね。はい、ありがとうございました。